てかま闇にうごめく悪ダスター砕いて星くず宇宙の果てにひらめく銀河に父の名呼べば一筋流れる涙星やるぞペガスペクセタ宇宙の騎士宇宙の騎士テカマやるぞペガスペクセタ宇宙の騎士宇宙の騎士テカマこのリープ工法実験装置が完成し実用化されれば宇宙開発計画は一気に躍進できるのだな。すごいね。ところで実験メカの組み立ては順調に行われているかね。はい、まもなく完成します、あとは木星の衛星ガニメテ付近にある宇宙船ドックで建造中の大型宇宙船にセットし宇宙実験を待つばかりです。これがガニメテの軌道を回るドックです。しかし宇宙は広い。まだまだ前途は多難だな。今のは一体私の目の錯覚なのか、いやもしかしたら。そんなバカな、地球人の中にそんな頭のあるやつがいるとは全然考えられませんが。地球人を侮るな、ダンボス。面倒なことにならぬうちにそのメカをしますし、発明者のアマチも抹殺するよう地球のスパイに指令を出せ。しかしどうしても信じられません。地球人にそんな科学者がいるとは。つべこべ言わずに早くしろ。ブルーアースボンはどうした。まもなく帰還します。そうか。局長、先ほど我々が使っているのとは別のサイクルによる亜空間通信の電波をキャッチしましたが。何、本当か。これを見てください。記録装置に入ってます。それにこれを分析した結果、この基地の近くで発せられています。先ほどの青い影と謎の亜空間通信、もしワルダスターのスパイがこの基地内に潜入しているとしたらえらいことになるぞ。ブルーアース号の搭乗員は直ちに淡路局長の研究室に出頭してください。ランサー、アンドロー、今度こそ局長の前でお前の知っている限りのことを全て喋ってもらうぜ。ワルダスターのことか。そうだ。まあ気が向いたらな。何、よしなさいよ、またすぐ喧嘩になるんだから。どう、国際宇宙センターの内部はどこもスパイなどが潜入できないようにレーザー光線による厳重な指紋チェックが行われている。しかし、あら、アンドロがいないわ。またあいつに逃げられたか。
まるで忍者ね。まったくだ。君かね、スペースエンジェル号や宇宙ステーションを襲ってきたのがワルダスターという宇宙人であることや、クリーンアース計画が中止されたことを知っているのは。はあ、あ、アントン、お前いつの間に。心配ねえよ、喋れしねって。一体どこでそんなことを知ったのかね。超能力で分かったのさ。アンドロ、真面目に答えろ。とんがらがあるなって。ブルーアース号の中に密かに乗り込むことができたのも超能力によるのかね。ええー、まあそんなところで。バカな、信じられるもんか。信じなきゃ信じなくたっていいぜ。何、やめなさいったら二人とも。普通の人間と違った反応だ。まさかこの男は。だがジョージ君と共にブルーアース号で行動していながら同時に地上の基地でスパイ活動はできないはず。ところで君たちを呼んだのは他でもない、間もなくリープ広報メカが完成する。え、リープ広報メカが。本当、父さん。うん、あとは宇宙実験を残すだけとなった。あのリープ広報って光よりも早く目的地に行けるっていうあの広報でしょ。簡単に言えばそういうことだ。つまり、わかりやすく言えば、A 点から B 点へ行こうとする宇宙船が、重力推進装置に直結されたリープ広報メカにより、まず、A 点と B 点を結ぶ宇宙空間を、ちょうどカーテンのひだのようにいくつも折り曲げる。すると、A 点と B 点は瞬間的に近くなる。その折り曲げられた空間を、直線的に突き抜けて B 点に到達するというわけだ。これを繰り返していけば、数千光年と離れた星でも光よりはるかに速い速度で行ける。これがリープ工法だ。すごいや。おめでとう、父さん。ありがとう。しかしこればかりは理論上計算ができても、実際は宇宙で実験を重ねてみないと何とも言えんものなんだ。ああ、確かにその方がいいぜ。怪我は少なくてすまん。アンドロ、それはどういう意味だ。空間を歪曲させる日だが、そんなに多くちゃショックが強すぎて乗組員は失神してしまうぜ。もっと日だを少なくすることを考えるこった。そうすればショックは和らぎ、何の抵抗もなく空間を通り抜けることができるはずだ。なんだと、聞いたようなことを言うな。ジョージ君、彼の言う通りだ。しかし残念ながら私にはいくつもの空間のひだを作り出す方程式しか出せなかった。そうね、まあそう簡単には出ねえよ。アンドロ、あなたならその方程式がわかるっていうの。バカ言っちゃいけねえよ、俺は学者じゃねえんだ。アンドロは私が考えているより優れたリープ工法メカがあることを知っている。もしかしたら我々よりも優れた科学力を持つ宇宙人かも。ところで、我々スタッフと君たち以外に、我々が密かにリープ広報メカを開発していることを知っている者はいる。何ですか。先ほど、全員で実験準備を進めているときに、私だけが青いガス状のものを見た。しかも、その直後、管制室のレーダーに正体不明の悪空間通信をキャッチした。つまり、この基地の中で、ワルダスターのスパイがいるということだ。え？この基地に？それで君たちにそのスパイが何者なのか密かに探ってもらいたい。何ですかこれは。宇宙バズーカだ。宇宙バズーカ。そうだ、一兆では車一台を爆破するぐらいの威力しかないが、二兆をセットすればその10倍にもなるはずだ。あくまでも護身用として使ってもらいたい。なんで、まるでおもちゃじゃねえの。アントロのやつ、一体どこへ。ジョ
おじさんったらスパイは必ずこの部屋に来るなんて言ってたけど、スパイが網にかかったのかもしれません。逃がしたか。おっ、ヒロミ、ヒロミ、しっかりしろ。スパイに目をやられたら、まさかリープ後方メカの設計図を。ダメです、焼かれています。しまった。アントロ、まさかお前が。人を疑うのもいい加減にしろ、単細胞。何？ダメだよ、まだ寝てなきゃ。女には優しいときたぜ。お？私は大丈夫だ。だが見なさい、あれが宇宙人のスパイの正体だ。お父さんが倒したの？いや、私ではない。アントロ、お前が。どうしたい、俺がやっておかしいかい。予想を裏切って悪かったな。申し訳ありません。国際宇宙センターに潜入させたスパイは殺されました。本当か？残念ながら。我々のスパイが殺されるとは、地球にはすごい奴がいる。いや、私はそうは思いません。我々のスパイがドジだったのです。赤者、こうなったらアマチが宇宙船ドックにやってくるのを待って。ついに完成したディープ広報メカはブルーアース号に積み込まれ、天地局長とともに直ちに実験船の待つ宇宙船ドックに向かった。
宙船ドックで直ちにリープ広報メカがメインコントロールにセットされ、いよいよ実験開始を待つばかりであった。一方ジョージたちは宇宙船ブルーアース号の中で厳重な警戒態勢に入っていた。しかしジョージさん、ポイントシーター45ファイ38から近づいてくる物体があるわ。何？すごい速さ、流星じゃないのか。いや違う、ワルダスターだ。この物体は宇宙船空母だぜ。ワルダスター、よし、ヒロミは局長を守るんだ。俺は鉄火マンになりペガスと共に戦う。アンドロ、お前は？もちろんワルダスターを叩く。いや、メカを守れ。先生パイロットへ、大至急ドックから離れるんだ。うわ、ワルダスターだ。あを発進させろ。ランサー、ペガス、テクセッター、パワーラン。あれを捨てるわけにはいかん。宇宙のゴミにしてくれるわ。ハローバリアを張って防げ。よし、このリープ候補ができる空母をいただきだ。
そうすりゃもう地球には用はねえ。カマンの野郎邪魔しやがって。になってもディープ広報メカを守れなかったアンドロー、お前は一体何をしていたんだ。ジョージ君、今さらそんなことを言っても始まらん。我々が無事だっただけでも幸いだ。メカは壊されても私がいる限り新しいメカを作ればいいんだ。アンドロー、君の力も借りたいね。得体の知れぬ男だが、我々のために十分働ける男だ。しかし、天地局長はアンドローが一体何者か知らなかったが、立派に宇宙センターのために働ける男だと信じていた。そして彼を宇宙センターの一員に迎え、ジョージやヒロミと共にチームを組ませることを密かに思っていた。行け、テッカマン、宇宙の騎士。ワルダスターは急速に太陽系の奥深くに侵略を開始し、地球に攻撃型宇宙ロボットを送り込んできた。天地局長の命令により、テッカマン、ヒロミ、アンドロー、ロボットのペガス、新たに宇宙のミュータントのムータンが加わり、ついにスペースナイツが誕生した。そしてアンドローの秘密がわかる。次回、宇宙の騎士テッカマン、スペースナイツ誕生にテクセッター。雪も風もない、涙も頬に流れない、冷たく悲しい宇宙の戦いだ。だけど心は燃えている、太陽みたいに燃えている。スペースナイツは